えー、お知らせです。ブラック問題入門第2版が出ました。これ元は2017年に出した本なんですけども、あれからまあだいぶ時間が経ってですね、いろいろ新しい知見が得られたのとですね、あとね、やっぱ人権屋さんとかエセド話に対抗するにはどうするかっていう部分でもうちょっとね、あのー、不十分なところがあったので、えー、ビシッとですね、書き加えたんですね。あと単純に物価高だとか、あと、まあ運送費用の上昇なんかもあって、それで本を改定してて、 ももねあのののぶっちゃけ値上げししたんででですすうしょうょがないですこれれは世の中の流れで、ね、えー、ぜひね、あの、買っていただければいいかと思います。これをですね、ぜひね、一家に一台というよりは、あの、企業の担当者に一冊ですね、あと自治体の職員さんなんかね、これ持っとくとですね、えー、このブラック問題というものの全般がわかるし、まあ、そういう人が来た場合にどう対抗すればいいのかっていうのも、まあ、大体わかるようになってますので、ぜひね、あの、お買い上げいただければと思います。下のあの、概要欄に、あの、リンクを貼っておきます。あとね この人権キーホルダーですね。まだ在庫あります。なんかこれ宗教グッズみたいでね、ちょっとね、あの嫌だみたいなことを言ってた人もいるんだけども、まあ確かにそうかもしれないですね。でもね、あの、これをつけてると迷惑になるかもしれないので、あの、これも下の概要欄に案内を載せておきます。で、今日なんですよね、えお便りのコーナーでしてえ、とある自治体の方からこんな話があったんですね。まあ、どこっていうのはね、ちょっと差し触り合って言えないんだけど、西日本ですね。 えー、最近ね、えー、実は職員研修がありましたと、えー、そこでですね、えーそのまあ、その自治体の外郭団体の講師の人が来て、ですね、まあ、ぶっちゃけあの解放同盟もちょっと絡んでる人ですね、えー、それでですね、えーまあ、研修をやったんですね。 でま、自治体なんで、例えばその差別発言があったらどうするかとかですね、え、童話地区の場所どこだなんてふうに聞かれたらどうするんだっていう、そういう話をですね、延々としてたそうなんですけども、ただその若いね、新しく入ったような職員さんがですね、え、講師に対してですね、いや自分ブラック差別なんて、え、この講演以外で聞いたこともないよと、 本当にそんなことあるんですかみたいなことをね、講師の人に聞いたんですね。そしたらですね、まあそこはスルーされたのかな。でもまあちょっとしてね、その講演の中で、えー、マイクロアグレッションという話が出てきたと。えー、つまりですね、その差別がないとかね、ブラックとか、ブラック差別とか、 ブラックはどこかとかそういうこともよくわかんない。そもそも知らないよっていうふうに言うこと自体がですね、マイクロアグレッションという小さな差別なんだっていうようなことを言い出してですね、その若い職員はえらいこうびっくりして怯えてなんかおざめてたっていうんですね。で、まあこのね、お話をしてきた方はまあ自治体の職員なんですけども、いや本当にあの、ひどいと、うん。だってこんなね、その、 ブラック問題とか差別を知らないっていうことが、あの、差別だ。マイクロアグレッションだって言うんだったら、じゃあ差別解消って本当にやる気あるんですかと。だって差別解消っていうことは、そのね、そのブラック差別とかそういうものをもう見かけないっていう状態になるわけで、だから、じゃあそれを言ったら差別だって言われてしまうんだったら、それってもうあの、到達点がないじゃないかと。一体、その何を目指してるんだと。 あのブラック、ブラック差別解消なんて嘘じゃないかと。もうこれはもはやもう教育とか事業とかじゃなくて宗教だと。こんなことのために税金使って、えー、職員のね、あの、労力を使うっていうのはあまりにもひどいことだっていうことで、えー、やっぱ、まあ本当におかしいなっていうことですね。もうとにかくその、とにかくブラック差別ありきっていうことで進めていくんで、 じゃあ、もういろいろ問題がなくなったら、今度はなんかゴールポストを動かしてですね、これが差別だ、あれが差別だっていうもんだから、もう全くもって、この、終わりがないと。まあそもそもぶっちゃけ、その、差別なくすつもりないでしょっていうことなんですね。で、このマイクロアグレッションの話、まあこのチャンネルでもやったんだけども、まあちょっといろんなところが侵食されてますね。こうやって普通にあの、自治体の職員研修なんかで,でも出てくるんですね。で、なんか企業、 企業向けの研修なんかでも出てくるそうですよ。その、ね、ブラック差別とか知らないとか見たことないとか言ったら、マイクロアグレッションだ、差別だって。で、なんでこんな風なことを言うのかって言ったら、いろいろ理由があるんだけども、まあ、単純に、単純に、あの、お金っていう問題もありますね。例えば、その、差別解消ということで、えー、税金をね、もらって、 講演して、それを成りわにしてる人たちっているんですよ、本当に。その、まあ、このチャンネルは神奈川県人権ケアセンターだけども、まあ、よくね、自治体の外閣機関なんか、外閣団体と紛らわしいみたいな言われ方するんだけども、まあ、で、でも山口県人権ケアセンターがあるからね、あれただの一般社団法人ですからね。ただ一方で、ガチでね、自治体の外閣団体だったり、まあ、自治体の あの、内部の意識官だったりするような、そういう人権ケアセンターもあるんですよ。そこで働いてる人なんて、もうまさにそれがなりわいなんですよ。だから、本当あの、価値で差別なくなっちゃったら、あの、失業するんですよ。本当に。もう、あの、比喩とか例えとか嫌味とかじゃなくて、実際そうなんですよね。だから、そういう人たちにとってみれば、本当にその差別ないって言われることは、言われることは死活問題なんですよね。だから、その、まあ、 まあ本人はね、おかしなこと、自分の言ってることはおかしいって気づいてるのかもしれないですよ。だけど、その、自分がその失業しないためには、その、ね、差別がないっていうこと自体も差別だっていうふうに、脅しをかけざるを得ないな、えないんですよね。差別ないって言われるのはすごい都合が悪いから。まあでもね、そういうふうにね、信じ込んでるっていう人もいると思います。自分でそう言っちゃったら、 まあ言ってるうちに信じ込んじゃうんですよ。で、あとは、あの、承認よっていうですよね。その、自分はプラフ出身だとか言って、それで、なんか講演会やったりだとかね、なんかメディアに出演したりとか本書いてたりっていう人はいるけども、まあそういう人は、なんか結局ね、その、 まあ、部落出身なんてね、まあ何とでも言えるし、まあ少なくともね、その自分で努力して得たようなものじゃないですから、その何も努力してしせずに得たその部落出身というものでね、マウント取ってチヤホヤされて、ね、まあそういう承認欲求を満たすっていうためには、その、差別なんかないよとかね、 いや、ブラックって何なのっていうふうに言われること自体が、やっぱりその人にとっては、すごくね、傷つくんですよ。傷つく。自分の承認欲求というものがね、否定されたっていう気分になるから。だからまあそういう人は本気でね、その、差別がないっていうふうに言われるっていうことは、あの、マイクロアグレッションだっていうふうにね、あの、差別ないっていうことが差別だって本気で思ってると思いますよ。まあまあ、これはブラック問題に限らず、やっぱりちょっとこう、ね、 このお気持ち寄り添い型の社会になってるっていうのはちょっとその背景にあるかもし,あるのかもしれないですよね、うん。その人の悪口にしてもね、批判にしてもですね、その本人がその傷ついたらダメなんだと、差別だと思ったら差別なんだっていう、まあその、そんな理論まあそもそもおかしいですからね、皆さん分かってると思,う思いますけども。 その、客観的に、客観的に見て、あの、妥当かどうかっていうことなんで、ことが重要なんであって、その、主観的にね、その差別だとか、自分が傷ついたからって判断しちゃうと、ほんその人が例えば、なんか、精神に病気を抱えてる人とか、ちょっと被害妄想に陥ってるような人だったら、じゃあ、ね、そういう、そういう人の言ってることも聞かないといけないのっていうことになってしまうんでね。 まあ世の中陰謀論者なんか溢れてるのは知ってると思うんだけども。なので、あの、まあそういうことになってしまうわけです。で、あとね、法務省なんかのあの人権擁護機関もですね、まあやっぱり何としてでもね、差別なく、 あの、したくないわけですよ。まあ、役人、役人の人はそうとは思ってないかもしれないけども、やっぱりその政治としての要求というか、まあ、今までのその実績というか、その、その、その組織の存在意義に関わってしまうので、まあ、その差別まだあるって言わざるを得ないんですよね。まあ、最近、あのー、なんかね、ちょっと知,知らせていただいたのこととして、その、あの、 法務省のね、人権擁護部ですかね、人権擁護局、あとはあの、各地の法務局の人権擁護課ですね、そういうところで人権相談やって、人権侵犯事件っていうのをね、なんか、あの、立件してですね、まあでも、権限ないんだから、ままごとみたいなもんだけど、そういうことをやってるんだけども、それについてね、まあ、統計があるんだけども、なんかすごいことになってると、あのー、 去年のね、実績でね、その、ブラック問題の相談件数がね、なんかあの、200件ぐらいあったのかなだけど、相談件数が200件なのに、その人権審判事件の、あの、新規受理件数が400以上とかになってるんですよ。2倍ぐらいになってるんですよ。その、相談に、相談数よりも2倍多いと、人権審判の。で、この、この数字っていうのがね、極めて異常なんですよ。例えば、この、 あの、障害者関係の、あのー、まあ、人権相談っていうのもね、やってるんですよ。法務省っていうのは。で、それなんかに関しては、えー、なんだっけ、1400ぐらい、えー、相談があって、で、それで人権侵犯事件って言って、あの、立件したのがですね、149なんですよね。うん。 だから、その相談数よりも人権審判の数が圧倒的に少ないんですよね。まだだから、あの、あのね、人権擁護局なんかに相談してもね、ほとんどそんなね、相手にしてくれないよっていうふうにも言われるんだけども、あの、同和関係に関してもね、2018年頃まではそうだったんですよ。別に他の、他の人権審判と同じような扱いをされてて、なおかつやっぱり減ってたんですよね、ねところがですね、あの、その、 その頃のね、タイミングっていうのは都合が悪いんですよ。やっぱ法務省にとっては。あの、2016年に全国部落調査見せてね、公開して、それで騒動になって、その後、じゃあ、差別がガーって広がるんかなと思ったら、もう相談数も減るし、人権侵犯の事件も減っていくっていうことなんで、もうこれが法務省にとってはものすごい都合悪かったんですよね。まあ、というか解放同盟にとって都合が悪かったんでしょうね。それでまあ、解放同盟から脅されたんだとは思うんだけども、それで、えー、法務省は、 ゴールポストを動かしてですね、もう、ゼガヒでも、その、人権審判の、童話関係の人権審判の数を水増してやろうっていうことで、まあ、それでそうなっちゃったわけですよ。で、もう相談件数よりも人権審判の方が多いっていう、もう今となってはもう異常な状態になってるんで、まあ、こ、こんな状態、状態になってたら、もうあんな統計意味ないですよね。だから、さすがにね、あの、これを根拠に、あの、全国部落庁舎が理由で、 あの、人権侵犯が増えたなんていうことはね、さすがにね、裁判とかでも言われなかったですね。だって、恥ずかしいもんね。明らかに数字異常ですよね。こんな、異常、異常っていうことが明るみになるだけで、とても証拠とし,として使えないので、まあ言ってみればね、その、あの、あれですよ、あの、正直で負けそうになったから、こう、 バンとか言ってね小児盤ひっくり返したようなもんですよ子どもが。というような非常に幼稚なことをやってるっててるいうことですまあそれをねあのあのいい大人がねなおかつ大人が一人じゃないですからねもうその公務員の試験を受けてね受かったその官僚が何人も集まってるような組織でそういうレベルのことをやってるんだから本当にね困ったもんだと思います。ということでね今日は。あの まあお便りのコーナーというか、そういうねマイクロアグレッションというものが、どんどんそういう変な考えが広まってるっていうお話でした。